はい、どうも、サオでございます。本日はですね、ランクの上げ方と緑シードの集め方ですね。ランクの上げ方からいきましょう。ランクの上げ方はこちら、女神の森昼ですね。4-7の闇神ホルリザード。こちらね、ボスが2体出てきますので、ボス倒すとだいたい160ぐらい経験値がもらえるので、320もらえますね。で、このゲーム、途中から入って先に敵倒されてるとその分の経験値もらえないので、まあ、1人で戦闘開始するにしてもらえばいいかなと思います。まあ後から人入ってこないと若干遅くなっちゃうっていうデメリットもありますけどね。まあ、あのブレイカーだとねワンパンできる人もいると思うんで、ブレイカーじゃないですね、剣術師ですね。よいしょっと、これはオートで回すものなのでこういう風ににらめっこしてやるもんではないんですが、はい、こちらで、320もらえるはずです。もらいましたね。はい、ここ最高効率なのでランク上げた人はもうひたすら心を無にしてここを回るっていう形になります。はい、次は皆さんが欲しがってる緑シードの、集め方ですね。ただこれもね既存の情報としてあるので、まあ、それ以上は存在しないのでここの場でまた紹介させていただきます。はい、ミドシードの上げ方は、まずゾーンからメイン行ってもらって、ここにね、横に、共闘ボーナスが入る場所があります。ちょっと重すぎて5タップしちゃうんだけど、ここですね、神殿内部、今日は僕がね、神殿内部は共闘ボーナスがあります。これ人によって変わります。グループ分けされてるので、友達がここがボーナスだからと言って、自分もそうとは限らないので気をつけてください。ここ行ってもらって、共闘のね、ボーナスで稼いでいく形になります。非常に重いですね。これはどこでもいいんで、まあ、始めてもらって、まあ、これは共闘でやった方がいいですね。緑シード目的なら早く周回した方がいいんで、あと敵少ないところが一番効率よくなりますよね。どう考えてもちょっと今適当に入っちゃいましたけど。はい、倒しました。で、これ倒すと共闘ボーナスでね、まあ1人当たり50普通もらえるんですが、まあ2倍になって100なので、まあ、最低でも400はゲットできる形になります。この報酬の方でですね。あ、ランクが上がっていく。まだ全然やり込めてないっていうね。で、このボーナスが入りまして、100になります。これ2倍になりましたね。で、これはね、ランクのね、差が多ければ多いほど、もらえるので、まあ、自分先にめっちゃランク上げて、ここで低いランクの方とね、マッチングすると、さらに、上手くなりますと。まあ、ランク上げのね、恩恵はここにも出てくるかなって思います。で、もう一個の方法は探索ですね。探索で、光ってるやつをね拾うと、まあ、真珠がゲットできます。でこの虫眼鏡のとこ飛んでもらってアイテム交換の消費アイテムの、下ですね、こちら緑シード、これでね1個で300でこっちで10個でね3000の、まあ、100個で3万ゲットできます。こちらでね、交換してもらうのも非常に良いかなと思いますが、まあ、真珠の使い道は他にもあるんでそこには気をつけてほしいんですが、さらにこの探索もねスタミナ性、これ45分22って書いてありますけど、スタミナ性なので、まあ、石を使ってガンガン探索すれば、緑シードもね、めっちゃゲットできるんですが、結構荒技なので、まあ、基本的にはメインクエストのボーナスを使って集めていく形になります。あとは、みんな知ってると思うんですけど、分解で装飾を分解すれば、これですね。ゲットできます。まあ、これは他のクエストやってる時の副産物として落ちた装飾品をね、まあ、こまめに分解してゲットしていただくっていう方法になるんで、まあ誰も意識しなくてもゲットできる方法かなって思います。じゃあちょっとね、味気ない動画なので、明日からの情報をちょっとだけ紹介します。まあ、非常にね、いいイベントですね。1個目が70連ですね。こちら。7日間石1個で70連。まあ、最大70連が引けると。まあ、1日1回10連ガチャが引けて7日で70連ですね。こちら水属性のピックアップガチャがね、
14日の15時から引けますと。これめちゃくちゃすごい。7個で回せる。しかも、毎日1個配るから絶対に回せるよ、みたいな。無償のね、解消席でも回せるので、誰でも参加できる。さらにその水属性のピックアップのね、武器はエクストラバトルに有効。まあ、今後というか14日開始の、まあ、ペフンよりさらに難しいボスバトルみたいな感じなんですけど、まあ、多分ニコ生でやってた、あの、巨人なのかな。顔3つの。に、それに役立つ、武器なので、まあ、必ず回さない人いないと思うんですが、回してそれを編成してもらえば攻略も楽になるかなって思います。はい、今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。